苦闘続くイクスレイ、壮烈果敢な戦のただ中、我は戦い、倒しては倒され、死すこと幾度と知れず、曇りガラスを通すがごとく、昔の戦を見ていても、戦う姿、名前は違っていても、すでに我なり。ゲイワングランプリ開幕。チャンネル北野がお送りするこの夏最大かつ問題のイベント、ゲイワングランプリ。日本、いや世界のスポーツ界を震撼させる史上最強の岡田ちゃんは果たして誰だ。男でも女でもないがゆえに正式な競技会には出られない体力自慢の岡田ちゃんたちが大激突。驚きの記憶が次々飛び出す。さらに岡田ちゃんの真実に迫るハードなドキュメンタリーや、お店でしか見られない華麗なショート、サービス過剰盛りだくさん、笑い、そして思わず涙せずにはいられない熱い感動、たっぷりお楽しみください。ゲイワングランプリ、アスリートな岡田たち。肌を刺すような真夏の日差しの下、ここ東京練馬区光が丘公園陸上競技場で、まもなく第1回ゲイワングランプリの開会式が始まろうとしております。タカさん、今日はまずまずいいお天気になりましたね。いやー、本当に素晴らしいこの好天に恵まれてですね、はい、選手の皆さんもより一層に力を発揮できるんではないかと、私もまたですね、この大会を開催するために、はい、人生のおよそ3分の2をかけてまいりました。やっとこの日が来たことを、今感動とともにこの鼓動がですね、はい、いつもより激しくなっておりまして、なんとかこの大会を成功させたいという、気持ちでいっぱいです。はい、WBA 世界ジュニアフライ級元チャンピオン、渡嘉敷勝雄さんであります。どうも渡嘉敷です、よろしくお願いします。今日はですね、はい、いい選手をねスカウトに来ました。おかなり強そうなのがいるんで、ええ、何人か引っ張ってみたいなと。バク転バンバン切るは筋肉ゴツゴツ、はい、顔は強そうですね、ええ、やっぱああいう選手はやっぱり華やかにリングに上げたいですね。なるほどね、リングに上げたいという、いよいよ第1回ゲイワングランプリが始まりますが、さあそれでは選手の入場です。出てきましたね。トラックの遥か彼方から選手団が入場してまいりました。ちゃんの5人の選手。ここは日本人だけではなくてね、ポロンと出して、海外選手もおりますのでね、はい、まあ、今回ですね、この大会に出場するためにですね、はい、どうしても国籍を取らなければいけないということで帰化しております。おお、はい、さあ続いて第5組、
マダムパパエンジェルス、歌舞伎町のマダムパパ所属、しかしここはなかなか理系揃いのね。そうですね、比べるチームが今までのチームですからね、姿をみんなに見てもらいたい。右、から2番目の子は山中さんがとても気に入ってましたね。個人的に気に入ってました。それはさておき、そしていよいよ最後になりますが、たけし軍団の選手たちの入場であります。チーム名は、スーパーで見ての通り、私としてはちょっと実況するのに心づらいところがあるんですが、チンポダブリード、今回ですね、オカマの皆さんに本物の男のパワーを見せつけるという意味で、ここに揃ったわけですけども、どうぞこちらの皆さんですね、股間部分の収納ベタということで、ややはみ出している部分もありますが、これ勘違いしていただきたくないのはですね、決して一物ではございません。たけし軍団のチームであります。以上6チーム30選手が揃いました。第1回ゲイワングランプリの開会式、ここで聖火ランナーが登場いたします。歌舞伎町アダムパブ所属、梅宮さやかちゃんです。とうとう届きましたね、聖火が届きました。アテネを出てから、途中各国のですね、おかまさんたちの手から手へとこの渡ってきました。この聖火が今光が丘の陸上競技場に灯ろうとしておりますね。さやかちゃん、胸元を押さえながら走る姿が何とも生めかしいですね。でしょうかね。いいですね。そして点火選手団の皆さん、ご苦労様です。快晴に恵まれたこの光が丘陸上競技場で第1回のゲイワングランプリを開催できることを非常に嬉しく思っております。今や全地球規模で世界中のゲイたちが市民権をという大きなムーブメントの中、皆様は日本から始まるこのスポーツ K-1 グランプリ、ここで自らの力を思いっきり誇示していただきたいと思います。今日の良き日を記念すべき日にしていただきたいと思います。皆さん頑張ってください。頑張ります。今日は素晴らしい、そのもう目から見て楽しめる、そしてこの天気ですからいい汗をかいていい血を流してください。それでは皆さん健闘を祈ってます。頑張ってください。選手宣誓と参りましょう。ゲイワン選手代表、メダカちゃん、池子、マリアちゃんの2人ですか。先生、私たち岡川ちゃんはもっこりもこもこと岡川らしく女にも負けず男にも負けず頑張ることを誓います。さあ、岡村選手に乗っ取って今日一日頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。ここでゲイワングランプリ大会歌愛の讃歌に乗せて本大会のあらましを、100m 走り高跳び、ドッジボール、 800m ほか全7種目を公式ルールに基づいた番組独自のルールで行います。個人団体ともご覧のように1位から3位までそれぞれポイントが加算され、最終的に優勝チームと初代ゲイワンチャンピオンが決定します。渡嘉敷さん、入場も単なる入場ではなくて、皆さんそれぞれのアピールもあってね、いいですね、はい、もう芸人の僕たちよりもはるかに派手ですから、うん、あんた芸人だったの。芸人じゃない、俺スポーツ選手だと思ったの。スポーツ選手兼だけど、とにかく鍛え上げた、そのスピード、パワー、見てみたいですね、はい、ああいう仕事なさってる方はですね、やはり生活の時間帯がどうしても吸血鬼と同じ時間帯ですからね、はい、あんまりこう体力はないんじゃないかと思われがちですけども、いやいや彼女たちもですね、まあ、安い酒とだらしないセックスで鍛え上げたあの体というのはですね、一見の価値があるものではないかということで、今回はですね、非常に記録的にも見どころはあると思います、はい、
6チームで行われます第1回ゲーワングランプリ、その団体戦を制するのは一体どのチームでありましょうか。そして個人ももちろんあります。史上最強のオカマちゃんは一体誰になるんでありましょうか。誰の頭上に栄光の凱歌が上がるのか。オカマちゃんたちの熱き戦いがもう間もなく始まります。敵を知り己を知れば百戦危うからず。K-1 グランプリ第一競技は 100m 走。まずは全員参加の予選、6名ずつで行われ、それぞれ上位2名と3位以下の選手全員の上位2名が準決勝に進出します。予選最初の組は現役岡間大学生のアダモが裸足になっての若さあふれる走りでトップ。帽子は？予選第2組の注目選手は歌舞伎町ヒゲガールのパメラ。かつては陸上部で鳴らし 100m11 秒台で板橋区の記録保持者だったこともあります。当然予選でも余裕の1位です。頑張ります。予選第3組はなかなかの接戦が展開されましたが、元バレーボールの選手だったというフィリピン出身のドナが堂々の1位。予選4組目の注目選手は入場行進で見事なマジャール旋回風アクロバットを見せた西新宿ギャルソンパブのひばり。元スタントマンで伊賀流忍術の伝承者という変わり種、もちろんダントツの1位。しんどいわ。1時間しか寝てないとやっぱしんどいですね。予選第5組、ここに来て今まで鳴りを潜めていた武志軍団チームがいい走りを見せてくれました。北京源氏お宮の松が堂々トップでゴールイン。しかしタイムはもう一つでした。負けちゃおられ、ここで負けちゃおられるんですよ。よろしくお願いします。そして第2位は2位、もう一回早いじゃないのよ、酒ちゃん。まあ同じアルプスだね。果たして史上最速のオカマちゃんは一体誰なのか。 K-1 グランプリ 100m 短距離走準決勝第1組がいよいよこれからスタートするんですが、渡嘉敷さん、はい、オカマちゃんになる前に何をやってたかでこれ勝負が決まってきますね。実はアリ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 シスターズ1コースのアダモちゃんは、はい、卓球、水泳、砲丸投げ、空手、応援団とスポーツ全般。応援団も、はい、早かったですからね、予選もね。早かったですね、うん、風のように走ってましたからね、はい、で続く第2コース、七瀬ちゃんが空手の初段。おお、これもすごいですね、はい、そして、第3コースはフィリピンのドナちゃん。お、うん、なんかやってましたか。これもスポーツをやっていたようですね、ドナちゃん、はい、で第4コース、鍋谷寛ちゃんはご存知の通り、まあ早いですからね、これはね、はい、で第5コースが梅宮さやかちゃん、テニス、水泳、水泳、第6コースのねねちゃんは球技全般ということでありまして、それぞれやはりオカマちゃんになる前にはスポーツをやっていたということなんですが、でもやっぱりこの1コースのね、はい、アダモちゃん、アダモちゃん、あれは本当にもうシャーッとポルシェのように早かったですね。ね、予選はダントツで、通過して準決勝に臨んでいます、はい、さあいよいよ準決勝第1組、6選手が間もなくスタートします。ちょっと本気ね。さあスタートを切りました。おっと、しかしスタートで1コースのアダモがちょっと足を引きずるようだったらどうなんでしょうか。6コースのネネが速いのか。いや、しかしやはり1コースのアダモが速い。ほとんど横一線だ。しかし1コースのアダモが速い。2着争いが微妙になってきた。2着争いが微妙になってきましたが、さあこの辺りは分かりません。アダモちゃん早かった。1位のアダモは予選タイムをコンマ6秒更新。ご覧の3名が決勝進出です。取れた、グラ取れた。スタート直後はネネがリードしていましたが、カツラを飛ばしてからはアダモがぐんぐん追い上げて逆転。コンマ17秒の差をつけて勝利を収めました。はい、というわけで予選第1組、圧倒的な強さで第1コースアダモちゃん決勝進出です。上位3人までが決勝に進出します。これから第2レースが始まるんですが、はい、
これはなかなかの見ものになりそうですね。そうですね、前夜のかなり早いですね。早いですね、はい、2コースのパメラちゃんが板橋区の記録11秒台を持ってますから、これはもうなかなかの俊足ですし、これは井出らっきょちゃんも11秒台走ってますから。そうなんです、隣の3コースの井出らっきょさんも11秒台、伊賀のひばりさんが第5コース、この人もなかなか筋肉鍛えてますからね。あれもさっきも逆立ち青春してますからね、バク転バンバン切ってた。そういう意味でもですね、非常に楽しみになる準決勝第2レースです。まもなくスタートです。あ、そうだ、実力派が揃った第2レースがいよいよスタートしました。やはりイデラッキは速いのか、イデラッキは速いのか、しかし伊賀のひばりも速い、第4コースのひばりも速い、イデラッキ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 1着でゴール、イデラッキ1着でした。続いて伊賀のひばり、予想通りの速さで決勝進出です。負けた、こんな速いお構いいないぞ。めちゃめちゃ速い。え、負けたんすか。すごいよ、こんな速いお構いいないっすよ。なんと元スタントマンのひばりが芸能界一の俊足井出らっきょうとほぼ同時にゴール。これはかなりのハイレベルな決勝戦が期待されます。とここで思わぬアクシデントが。俺は決勝はいいよ。僕決勝はね、ちょっとね、マジでこう足を痛めてて、本当は出たいんですけど、もう一回勝負したいですけど、すいません、危険ということで申し訳ありません。え、何考えてるんですか。井出さん足痛めたみたいだから、ちょっとおんぶおんぶ、ちょっと逆だよ、おんぶって逆だよ。俺だろう。じゃあマッサージしましょう。井出らっきょう危険に決勝戦の行方が見えなくなってきました。さあ、いよいよ 100m 決勝がこれから始まりますが、戸田敷さん、はい、第1コースが軍団の鍋やかんちゃん、第2コースがマダムパパセンジェルスのねねちゃん、第3コース、ありありやりやりシスターのアダモちゃん、そして第4コース井出らっきょうが危険、第5コースが、伊賀のひばりちゃん、第6コースがあり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 のパメラちゃんと、こういう風になったんですが、これかなりもう接戦になりますね。これはアダモちゃんもパメラちゃんも、はい、ひばりちゃんもかなり僕は見た目では早いですから、そこに鍋やかんねねちゃん、はい、これは分かりませんね。分かりませんね、とにかく頭一つ続けていた井出らっきょ選手が棄権しましたんで、はい、非常に大混戦になったという、100m の決勝もう間もなくスタートであります。やかんから、はい、いや、ちょっと人科の人種として頑張ります。性別として、そうね、はっきりしてるセックスっていうのをアピールしないとね、こっちね、アピールしますよ、もう本当に、もう男の代表として出るわけだから、はい、ぜひ頑張って、はい、頑張ります、はい、はい、なんか作戦は、いやー、ちょっとこうね、邪魔しながら行きたい。いや、正々堂々と行きましょうよ、とりあえずもうここに全てをかければいいわけですから、頑張ってください。はい、もうスタートダッシュして頑張ります、はい。大丈夫？つらいです、ね。お店、補給にどっかのチンポが欲しいわとか言ってたもんな。ああ、そうか。そういう補給がいるわけですよね。そうね、もうね、あ、すみません。ちょっと我々もね、今日そちらを用意するの忘れちゃったんで。帰っちゃいけない。でもまあここ一つクリアすればしばらく休めますからね。なんとか優勝目指して頑張ります。はい。はい、もう優勝候補筆頭と言ってもいい一人ですからね。頑張ってください。どうですか、自信の方は？まあ、自信というよりも他の番組で腹筋と腕立てと背筋を夜間さんに負けてるので、これだけは勝ちたいと思ってます。別の番組でも大変してるんですね。はい、それで今日はスパイクを履いて、そうです、この日のために購入しました。自信はあります。ああ、ですか、はい、それではぜひ夜間を倒して、はい、優勝をもぎ取ってください。はい、頑張ります。決勝5人の選手がそれぞれスタート位置についています。第1コース鍋やかん、第2コースねねちゃん、第3コースアダモちゃん、第4コースファメラちゃん、第5コースが伊賀のひばりちゃん、この5人による決勝であります。さあ、スタートの合図を待ちます。よーい、さあスタートしました。綺麗なスタートを切っている。第1コースの鍋やかんが速いのか、いや、しかし第5コースの伊賀のひばりが速い、鍋やかんも速い、伊賀のひばりも速い、鍋やかんか、伊賀のひばりか、鍋やかんか、伊賀のひばりか、ひばりが速い、すごい、ひばり速い、ひばり速かった、ひばり1着でゴールイン。勝ったというのはかなり速いですね。これは速かった。手元の時計では12秒台、12秒74というのが手元の時計です。これは見事でした。12秒台、これは井出らっきょちゃんとの勝負が見たかったですね。Oh!
今の熱戦をもう一度ご覧いただきましょう。元スタントマンのひばり対板橋区の記録保持者パメラの一騎打ち。入賞が期待されていたアナモは意外に振るわず、鍋やカンが男の意地を見せ3位入賞です。早かったね。ありがとうございます。頑張りました。何考えて走ったの？無心ですね。やっぱり無心。そうですね。いやー、横から見ててもかなりのスピードでしたよ。あ、そうですか。で、後ろの方ではね、走りながらやだ、おっぱいがずれちゃうとかって声も聞こえてた中あ、そうだったんですか。それすらも聞こえませんでした、ね、いやー、すごいですよ、はい、あの走りはなかなかお釜の走りじゃないですよね。はい、伊賀流忍術の走りでございます。素晴らしかったです。はい、というわけで第1種目 100m 走の団体得点は伊賀のひばりのチーム池子とハイパーマッスルズが3ポイントを獲得。以下あり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 シスターズ武志軍団と続きます。表彰状 J1 グランプリ 100m 走チャンピオン伊賀のひばり殿、貴殿は 100m 走において並み居るおかまちゃんの中で優秀な成績を収めましたので、ここに尊敬と愛の念を込めて表彰します。平成12年7月30日、大会委員長ガダルカナルタガ、おめでとうございます。本当に素晴らしい走りでした。ありがとうございます。おかまちゃんでありながら男顔負けの走りを見せたひばり、彼女は一体どんな道を歩んできたのか。幼い頃から男が好きだったというひばり少年、心配した両親は一計を案じ、ひばりに空手を習わせた。高校時代11秒5がベストでしたからね、自信はありますね。男性とそういう競技とかやっても勝ってきましたからね。生まれつき優しい心を持つひばりは、親に入れられた空手道場も人を殴るのが嫌だとサボりがちであった。再び一計を案じた両親はひばりをアクションクラブに入れた。しかしそこは男の世界、ひばりにとって夢の楽園。楽しみながら運動神経は発達していった。最初はね、女らしくなりたくておかまなと思うんだから、やっぱり女性らしい体はやっぱり最終的には手に入れたいとは思ってるんですけどね。でもやっぱり綺麗なおかまっていっぱいいるじゃないですか。綺麗なニューハーさんがいっぱいいる中でね、果たして私がそういうふうな綺麗なものを目指してね、太刀打ちできるかって言ったら保証がないわけでしょ。いくらこれから整形を重ねてどうのこうのって言っても、それだったらね、せっかく誰にもできないことをね、伸ばしていった方がいいんじゃないかなと思ってるんで、今はまあ精神的なギャップはありますけども、まあこれをまあプラスに考えてね、こういう体つきになってしまったことをね、プラスに考えながらね、生きていこうとは思ってますよ。男にも負けない肉体、しかしどの女性よりも美しくなりたい、そんな矛盾を感じながら、ひばりは今日も地上200メートルの高層ビルの中のステージに立ち続ける。筋肉よ永遠に。戦の習い、負けるは常のことなり、ただ戦うべきところを戦わずして身を慎むをもって恥とす。第2競技走り高跳びの予選は、各選手一度ずつ1メートル20センチのバーにチャレンジ、クリアした者のみが決勝に進出します。跳び方は自由、各選手跳びやすい方法で挑みます。しかし1メートル20センチの壁は厚く、予選敗退者が続出しました。
予選の合間、たけし軍団の締め様ひかるがありありやりありシスターズのメデューサと名刺交換、ハレンチな一幕も。高波頑張るぜ。そしてさらに青空のもとに似つかわしくない光景が繰り広げられました。生だ。最年長選手、足立区竹の塚少将パブメダカの58歳、メダカママに襲われる鍋やかん。見苦しい場面が続いた中、ここで芸腕美人三人衆の華麗な姿をご覧ください。厳しい予選を勝ち残ったのはこちらの選手たち。歌舞伎町ヒゲガールのパメラ。さすがは元陸上部、無難な跳躍。続いて 100m 優勝の西新宿ギャルソンパブひばり。ご覧ください、このアクロバチックな飛び方。歌舞伎町マダムパパのドナ、フィリピン出身です。そうよ、バレリーナよ。バレエ仕込みの軽快な動きで軽くクリア。そしてこの日だけはモテモテ、たけし軍団お宮の松。ありがとうございます。ああ怖い。以上4人が優勝を争います。倉敷さん、はい、予選を見ていて、ご感想どうでしょう。やっぱ走りの遅い子は高さもなかなか難しいですね。意外と120センチが高かったですね。高かった。僕でも今だったら飛べないですよね。大体年齢ってくるとやっぱり飛べませんから。飛べませんからね。でも期待できるのはあの伊賀の、ああ元スタントマン、スタント歴13年、伊賀アクションクラブ元ね、彼はなんか行きそうな感じですけど、はい、綺麗な背面飛び見せてくれました、それ以外にもベリーロールで見事にクリアした選手が何人かおりましたが、さあいよいよこれからゲイワングランプリ史上最高の跳躍力を持つ岡本ちゃんは一体誰なのか。走り高跳びの決勝、まもなくスタートであります。予選120センチを通過した決勝4人によるいわゆる最後の戦いが始まります。まず24歳、陸上で 100m11 秒台という板橋区の記録を持っていたパメラが挑戦します。さあ助走から、ここまではいいですよ、ここまではいい。おっと失敗。あ、惜しい。ベリーロールで挑みましたが失敗しました。なかなかお尻の形は良かったですけどね。違って見えましたけども、これで、パメラちゃんはですね、決勝残念ながらその残れないということになりますね。一回呼吸の審議ですんでね。ダメだったんですか。今後頭部から落ちたけど大丈夫です。ちょっと鼻から濃水出てますけど大丈夫ですね。はい、大丈夫。このぐらいはオカマちゃんにとっては平でもありません。さあ一人目のパメラちゃんは失敗しまして、続いて二人目、マダムパパセンジェルスの29歳ドナちゃんでありますが、フィリピンのバレリーナ130センチにチャレンジします。バレエをやっていれば当然ほら足がこれだけ上がりますから ね、期待できますね。はい、さあ期待していきましょう。130センチ、おっと足が引っかかってしまいました。惜しいですね、片一歩通ってますからね。残念でした。ちょっと助走が足りませんでしたかね、スピードね。残念でした、130センチ失敗。さあそして渡嘉敷さんが推す優勝候補、はい、元スタントマン、スタント歴13年という伊賀忍者伝承者、全国で10人しかおりませんが、そのうちの一人、池子とハイパーマッスルズの伊賀のひばりちゃん。
もう体つきからしてもう運動神経抜群って感じですからね。素晴らしい体つきです。なぜスタントマンを辞めてオカマの世界に入ったのか本当に後で本人に聞きたいところなんですが、130センチに挑戦します。さあホイッスルが鳴りました。ゆっくりと行く。これはどうだ。おっとこれは余裕のアイレン飛び。軽々ですね。これは軽くクリアしました。伊賀のひばり130センチでしたが、まだ相当余裕ありましたね。全然余裕ありますよ。だって助走なしですから、ほとんど。そうですね。見事な跳躍力を見せました伊賀のひばり。130センチは軽くクリアしました。武士軍団の宮の松、130センチに挑戦します。どうも見た目は飛べないような感じですけどね。うん、がっちりとした体格です。さあスタートした。130センチ。おお、クリアました。見事にクリアしました宮の松、130センチ。さあ走り高跳びはいよいよマッチレースの様相になりました。伊賀のひばりと宮の松、ゲイワングランプリ走り高跳び決勝。4人のうち2人が失敗し2人が残りました。共に130センチをクリアした伊賀のひばりと、そして武士軍団の宮の松であります。優勝を目指してとりあえずここ何センチでいきますか。はい、145で。おっと、はい、一気にアップかけましたね。はい、自分ではどれくらい余裕があったのかわからないので自信はありません。なるほど。でも勝負をかけてみたということですね。はい、そうですね。わかりました。僕は140センチって宣言しちゃったんですけど。あ、そう。はい、うわ、男みたいな筋肉しやがって。ていうか岡場の筋肉じゃないからね、どう見ても。武士軍団お宮の松、140センチにバーを上げました。よいしょ。決勝2本目、140センチお宮の松。おっと、これは手が当たってしまった。これは手が当たってしました。この跳躍は失敗です。残念ながら手が当たってしまいました。飛ぶ前の時点で手が当たりましたかね。そうですね。でも、もう飛ぶ前から顔がね、ニヤ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 して。そうですか。緊迫感がないですね。残念ながらお宮の松140センチ失敗。そしてここで伊賀のひばりが145センチですが、これをクリアすれば文句なく優勝。さあ145センチクリアなるか。池袋の夜をリードするコミックパブザ・オカマ、華麗なショーと楽しいトーク。さあ今すぐ池袋2丁目ロサ会館前ザ・オカマへレッツゴー。営業時間は日曜を除き夜9時から。リーズナブルな料金でゴージャスなひとときを。自慢のショーは随時リニューアル。さあ今すぐ池袋ザ・オカマへレッツゴー。この大活躍、ひばりちゃんが在籍する西新宿のギャルソンパブ、夜景が美しい住友ビル49階とナウな、あなたにぴったりのロケーション。営業は日曜を除く夕方6時から。テーブルチャージ2000円とお値段もリーズナブル。さああなたもギャルソンパブで新宿の夜をエンジョイしよう。決勝1本目は130センチ軽くクリアしまして、決勝2本目145センチ、バーの高さが15センチ上がりました。これをクリアすれば走り高跳び優勝が決まります。池ひばり頑張れ。さあ助走が始まった。145センチ。おっとこれは失敗。背中が当たってしまいました。伊賀のひばり145センチクリアできませんでした。今の跳躍は今どうですか、渡嘉敷さん。いや、もう少し助走をうまくね、生かしてもらいたいですね。お二人ともまあよく頑張ってくれたということで、はい、今回はですね、両者優勝ということで。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、結果はひばりとお宮の松が1位、ドラとカメラが3位に決定。記念は走り高跳びにおいて、並みいるオカマちゃんの中で優秀な成績を収めましたので、ここに尊敬と愛の念を込めて表彰します。平成12年7月30日大会委員長ガザルカナルタガ、おめでとうございます。お二人どうぞ。ありがとうございます。取りました。取りました。検討の皆様取りましたわ。いい学校
第2競技走り高跳びは大宮の松ひばりともに1メートル30センチを飛び、まずまずの結果100メートル走り高跳びと2種目を制覇したひばりの今後の活躍が期待されます。ここまででひばりが所属するイケコとハイパーマッスルズが6ポイントとリード、竹地軍団が5ポイントと続きます。走り高跳びで3位に入賞したパメラ、彼女も幼い頃から男が好きだったという。人並みに女性と交際したこともあったが、やはり自分に嘘はつけなかった。母親にはアルバイトだからと言って入ったこの世界、しかし現在交際中の彼と出会い、女として生きることを決心した。最初はなんか別に普通の男の人だと思ったんだけど、今までにないなんていうのかな、変ないやらしさがなく、俺の中においでみたいな、なんかそういうのがすごい感じられて、毎日だからなんかこうコミュニケーション取らなきゃならない存在になっちゃったって感じ。え？いろいろあったんですけど、考えることも。でもやっぱそのね、気持ちのままにやっぱ何か知らないですけど会いたいと。だから僕としてはですけど、毎日話しないと寂しいし心配だし、いつも気になる存在ですね、彼女。彼の優しい言葉に思わず言葉を詰まらせたパメラ。女として生きる決意をビデオレターで母に伝えることにした。男の子として生まれてきたけど、やっぱり初恋とかも男の子を好きになったりとかずっとしてて、やっぱり女の子として男の人に見てもらいたいっていうのもあったし、人に好奇な目で見られたりもするけど、でもやっぱり自分にプライド持って入れる自分もいるし、母さんには理解してもらえないかもしれないけど、女として生きていきたいと思います。初めてパメラの本心を聞いた母は、でも今言ってることがね本当なのかしらと思うと、ちょっとね、中学の頃もね、男の友達がね、もうすごい仲のいい友達がいたんですよね。それでよくうちにも今もまだ来てるんだけども、ちょっと異常なくらい、付き合いがあれだっていうことがあったけど、でもね、なんかすごいショックです、お母さんが最初の仕事に入るときに、今度の仕事に入るときに、いろいろお母さんに言いましたよね。最初の言葉をお母さんは信じてます。は将来生きていくためにこれだったらっていう仕事だったらば、親類に迷惑をかけたりしないように、信じてます。母からのメッセージを聞いたパメラ、一体どんな心境でいるのだろうか。お母さんに向かって言ったことがなかったけど、でもやっぱり自分の人生だし、自分のね、生きたい
ように行きたいんで、人には迷惑をかけないように自分の道を進みたいと思います。母と息子、いつか分かり合える日が。なんでカメラ来たの？エッチリープ。よいしょ。勘違いしてんのお前ら。よいしょ。ブリッジで。みんな首振りだ。首振り。よいしょ。よいしょ。チャンネル来たの、この日が最後か。いけやれ。そんな無茶したらダメ。やめて、やめて、恥ずかしい。うわ、いろんなものが出てる。恥ずかしい。まずい、この絵はちょっと。たくさん出てる。いつもよりたくさん出ております。いろんな身、いろんな具が出ております。大変な、うおっと地獄絵図。マギルの陸上競技場に、こんなおぞましい地獄絵図が展開してもいいんでしょうか。うわ、もうこれ以上現場にいることはできません。戦いて勝つは安く、守りて勝つはがたし。戦いは最後の5分間にあり。第3競技ドッジボールはトーナメント形式で行われます。ルールはご覧の通り、試合時間は3分、ただし決勝のみ5分で行われます。おっと、アイコが当たってしまいました。予選第1試合はイケコとハイパーマッスルズ対美女と野獣チーム。ここでも元スタントマンのヒバリが大活躍。5対0の圧勝でした。続いてはありありやりありシスターズ対たけし軍団チーム。おかまちゃん5人と男5人ではありありやりありの苦戦が予想されましたが、 100m で活躍したアダモとパメラを擁するこのチーム、2人の豪快なアタックでさすがのたけし軍団も健闘むなしく惜敗。おアダモ、いいの当てた。アダモ最強のドッジボール決戦、いよいよ準決勝になりました。トーナメント、ね、予選ラウンドもうすでに終わっておりまして、さあ、予選を見て渡嘉敷さん、はい、どういうふうに感想をお持ちですか。いや、やっぱりたけし軍団に勝ったね。はい、ありありやりやりシスターズ、はい、ここはかなりいいでしょうね。そうですか、ええ、さあいよいよ準決勝はマダムパパゼンジェルス対格闘女子メダカが、これからその対戦が行われます。キャプテン、一応意気込みを伺いたいと思いますけど、はい、どうでしょう。頑張ります。で、顔だけには当てられたくないので、よろしくお願いします。顔には当てられる。例えば作った胸に当てられたりするのも困りますよね。性転換の場合どうする。それは大丈夫じゃないですか。だったら表に行く。入った場合には反則負けってことになってますけども、入らないように気をつけてください。感じちゃったり。それも OK です。はい、頑張ってください。頑張ります。マジはキャプテンなの。お母さんやらないって言うから、キャプテン。お母さん、いやいや、お母さんだってと。ダメ、キャプテンこっち。ただのスイカ泥棒だもんこれ。どうでしょう、自信のほどは。頑張ります、精一杯。ね、両手に夢中いてるんで、お母さんが。ちなみにドッジボールで何か得意技とかあるんですか。だからおっぱい狙っちゃいけない、顔狙っちゃいけないったら、ま、勝つわけないじゃない。そうだね、最初顔狙いましょう。当たったってキーッとどうすんの、壊れちゃうわよ。そうですよね。いや、これも勝負ですから、狙わないでって言われても狙うべきですから。当たり前なのね。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。メダカの方とマダムパパセンジェルスはだいぶ体型が違います。5人ずつの試合、3分という限られた時間の中でのドッジボール準決勝です。 山中さんが好きな人のちゃんも出てますね。 ありがたいですね。なんだ、女子校のドッジボール大会というのは、そんな雰囲気がありますが、それはちょっと言い過ぎでしょうか。可愛らしいですよ、みんな。さあ、マダムパパセンジェルス対格闘女子メダカチーム、ドッジボール準決勝第1試合。さあ、ジャンプボールからいよいよプレーボールです。まずマダムパパ、ネネがボールを取った。
これは内外野との連携ですが、おっとこれは外野がボールを取ってます。別にここはドリブルしなくていいんですが何をしているんでありましょうか。川崎瞳時間がない3分なんです。さあドナが取ってボール、さあ内外野の連携はどうだ。当たった1人目当たりましたね。まいちゃんアウトになりました。おっといやこれは足が入った、オーバーラインです。外野のラインを越えて投げてはいけません。セーフになりました。さあ内野ボール、メダカの内野ボールから外野にボールが渡った。ワンバウンド、これではセーフになる。さあマイがボールをつかむ。さあマイちゃんから外野にボールが渡る。さあメダカのお母さんから、これはセーフ、ワンバウンドセーフになった。やっぱうまい、避けた、避けた、うまく避けている、今の避けているワンバウンド。さあマイがボールをつかんだ、これもうまく避けました。さあメダカチームから内野にボールが渡って、さあもう一回マイのシュートだ。さあメダカのお母さんこれはアウトになった、これはアウトであります。アウトだな今、セーフですか。セーフ、セーフだよね、あれはどう見てもオーバーラインでした。セーフになりました。これはねラインが難しいんです。さあ時間がそんなにないぞ。梅宮最後から内野にボールが渡った、嫌って言いながら取りましたね。これはワンバウンド、さあ相手が背中を向けてるチャンス、おっと前よく取った、おめえっと友代ちゃんが取ることができません。これはアウト、メダカのマヨちゃんうまいですね。友代ちゃんがアウトになりました。さあサザエちゃんから外に渡る、メダカのお母さん外野にボールが渡った、これはネネがしっかり掴んだ、大丈夫、時間がありません3分という時間です。ガンコちゃんから外のメダカお母さんにボールが渡る、ワンバウンド、これはセーフです。強い風が吹いている。さあ前からもう一回外野に渡った、メダカお母さんからもう一回シュート、これは避けました。ガンコからもう一回外野、この辺りの内野と外野の連携が、あっと落としてしまった、緩いボールですがネネちゃんが落としてしまった。やっと当たりましたね。ネネちゃんがアウトになりました。もうでもメダカさんもね何回も投げてるからスタミナなくなってきてますからね。はい、メダカお母さん頑張りましたねあ、終わったんだ。はい、これでタイムアウト、これでタイムアウトです。メダカチームが勝ち上がりました。決勝進出は格闘女子メダカチームです。接戦でしたがね。そうですね、メダカチームが決勝に勝ち上がりまして、うん、いよいよこれからありありやりやりシスターズと、そして、イケコハイパーマッスルズの戦いになります。これは見ものですね。見ものですね。さっきの竹志軍団破ってますからね。はい、竹志軍団を破ったのは、ありありやりやりシスターズ。3分、なかなかしかし早い展開でしたね。やっぱ面白いですね、見栄えがありますね。はい、さあいよいよ準決勝第2試合、ありありやりやりシスターズ対イケコハイパーマッスルズ、3分の準決勝第2試合がいよいよスタートします。マリアさん、一応この戦いに向けての作戦とか何か考えてもらえますか。そうですね、大体のあそこを狙うということ。あそこで攻める、これなかなかねあそこにうまく当たらないんですよね。みんなちゃんと練習してきました。してました。ね、ちゃんとね、もうあの普段から狙いはあそこっていうのは皆さんしっかりしてると思うんですけども、あそこです、ね、急所、急所、この本番で実際にその力が出せるかどうか、これは問題ですから頑張ってください。はい、頑張ります。メディーサ、そう、自信の方はいかがでしょう。あ、もうバッチリね。なんか向こうのチームのウィークポイントとかも見つけてます。ウィークっていうか、あの強いのが一人いるんで、あとあれ外せば大丈夫じゃないですか。ということはまずあれを集中攻撃っていうことですか。まさかあれだけ残した後当てとけば人数で勝つでしょ。なるほど、頭の勝ちよ。なるほど、考えてますね。さあ作戦通りうまくいくのか頑張っていただきましょう。頑張りますのでよろしく準決勝第2試合、ありありやりやりシスターズ対イケコハイパーマッスルズ、3分の準決勝、審判のジャンプボールからいよいよプレーボールです。ジャンプボールからいよいよプレーボール。さあメデューサがボールを取った。メデューサがおっと、あのボールが取れません。メデューサのあのウエストなんか50センチぐらいしかないですよね。そうですね、素晴らしいと。また衣装を変えてきました。動画のメデューサであります。さあ今度はボールは池子の マッスルズの内野ボール、伊賀のひばりが強いボール、これはワンバウンドになった。戦力になってますね。はい、そしてブーミーがボールをつかむ、内野にボールを渡す。さあ内外野の連携はどうでしょう。強いボールを、おっとこれはしかし取れませんでした。ムーミンが取れません。内野ボールは青のボール、おーパムラ、おー素晴らしい、取った、よく取りました。
さあムーミン、これは早い展開になった。うまい、当たりません。ナイスムーミン。パメラはアウトになりました。外野に回ります。運動神経のいいパメラが抜けたということはちょっと厳しくなってきたな。おっと、ひばりが取り損ねた。ひばりが当たった。頭が入った。ひばりが外野に回りました。これでしかし内野は3対3。あ、面白い展開になってきました、ね、いや4対3、面白い展開になってきました。さあ、あ、正直でいい、正直でいい。審判が言わなきゃいいんだ。 OKOK、 おっと、これは危ない。あ、当たってない、当たってない。あの、これも当たってないんだ。おっと、当たった。狙われましたね。池子マリアちゃん、残念ながらアウトです。外に回ります。さあ、1点厳しくなりました。池子ハイパーマッスルズ、光ちゃんなんかもう、さあ、光、おっと、これは危ない。光ちゃん全く見た目から、オーバーライン、残念ながら光ちゃんオーバーラインでセーフになりました。これは今度は外野が取れませんでしたんで、内野ボールになります。あり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 シスターズの内野ボール。光がボールを取ってサウスポーからアンダーハンドで、おっと、当たった。しかしまたオーバーライン。あ、またオーバーライン、またオーバーライン。助かっています。ベルギス向こうのチームは、ベルギス助かっている。そう、2人なんですね。古川マリア胸から上が700万もかけてるという。あ、古川マリちゃんが、700万もかかったんですか。700万も上から上に、政権にかかったという。政権に700万、でもあんまり変わってないよ。そうですね。さあ、あり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 の内野ボール。古川マリアワンバウンドだ。あっと、ボールが取れない外野。これは赤ムーミン3ボール。あ、でも一応2対4になってますね。そうですね。さあ、光からアンダーハンド。惜しい。さあ、池子マリア。今度は青の内野ボールになりました。ありありやりやりの内野ボールになって、さあ、外野のカメラから強い。あ、これは光取れませんでした。さあ、内野はただ一人になりました。池子ハイパー、古川マリ。さあ、内野は古川マリただ一人。700万もかけたという。残り3分、これは厳しいぞ。古川マリはただ避けるか。タイムアップ。ここで3分時間が経ちました。軍団に勝ったアリアリヤリヤリシスターズが決勝に進出です。というわけで、ドッジボール決勝は格闘女子メダカ対アリアリヤリヤリシスターズ5分の決勝戦。ほう、さあ、ありがとうございました。しかし今あの予選準決勝と、あの久しぶりに多分ドッジボールをやった人たちばかりですが、これで要領をつかめたでしょうか。そうですね、決勝の5分という長丁場、非常に見ものになってまいりました。いよいよこれから決勝が始まります。